はい、では始めます。皆さんこんにちは。えー、2019年卓見士合格基準点予想会ですね。早速始めます。え、担当レック専任講師林でございます。どうぞよろしくお願いします。えー、大変本試験お疲れ様でした。あのちょっと中身入る前にあのお伝えしたいことがありまして、えっ、ー、と皆さんのお手元には配ってないの、これこれを配ってんのかな？えっ、ー、となんかえっ、ー、と卓 えと無料成績,成績診断のなんかご案内みたいなやつが配られてますかね、えー、ちょっとですねあのレックではこのネットで無料成績診断とのやってまして、まあ、このこのページは皆さんお配りしてないけどね、えー、ぜひですねああのまレックのホームページからマイページログインしてでご自分のその、まあ、正,正解した番号というのかな自分があの出した番号を入力して頂い,いてでその 成績診断の結果が列から帰ってきます。えっ、ー、とですね。えっ、ー、と、今月いっぱいが期限です。あ、じゃじゃ、十一、え、十一月いっぱいだ。十一月いっぱい、十月いっぱいが期限ですね。で、えっ、ー、と、詳しい。あの、解説のね、冊子が P. D. F. で見れるようになりますんで。まあ、今日お配りしているこの。 ひと一言解説集でも一応、ね、答えはわかるんだけどちゃんとした詳しい解説が PDF で見れるようになりますので、まあ、ぜひ協力してみてください。で本試験の当日とかあるいは今までの間に、えー、そのマイページからね、えー、あのデータを出してくれた方はもちろんいいんだけどもあのまだ出してらっしゃらない方はぜひ協力お願いします。ということなんですけども。 えと本試験の基準点の予想会で要はですね合格基準点が何点なのかというところをまあ予想しようというわけですよね。ちょっとこの皆さん、お手元に配っているこれを出してくださいえと本試験一言解説集というのがありましてでここのですねちょうど真ん中あたりあのホチキス止めのちょうど真ん中あたりちょっと開いてみてください。ここですねねホチキス止まってるところ、ね と持ってらっしゃらない方は後、あの後ろに置いてあると思いますので、もしなかったらあの取りに行ってくださいで。もしなかったら受付に行っていただければあります。この要は、この回答一覧というページに見つかります。この一番下に、まあ、合格推定点を載っけてあります。これ、本試験の当日に出した推定点なんだよねでね、36点プラスマイナス1点ということで、まあ、これがレックの公式な推定点であります。でね、これが えっと今の段階で変わってるかと言いますと変わってないですこのままですで36点レックの公式な合格推定点は36点でまあプラス1点の可能性もありますからまあ37点もあるわけだねでマイナス1点の可能性ありますんでまあ35点の可能性もあるわけですねでまああのいろんな意見があります。 いや、今年はね。去年と同じってことはないよ。少し下がるでしょう。っていうことで、まあ、えー、こっちの方に下下の方に下がるんじゃないの？っていう意見もありますしね。いや結構みんな取れてるから、37点の可能性十分あるよ。っていうことで、まあ、こっちの方に近いんじゃないかとかね、えー、いう意見を言ってる人もいます。これ、レックの内部でもだいたい半分ぐらいじゃないかなと思いますね。だ、だん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 時間が経つにつれて。 えと点数が高い方にぶれる意見に修正する人が割と増えてはいるんだけどもでもまだまだ半々ぐらいで大した差はないと思ってください。でね、えーまあ、要はレックとしては36点がまあデータ的にはえと一番可能性高いと思ってますんでレックは点点という合格推定点を出しましまたでこの場はまあ僕が個人的な合格推定点を出す場なので。 えー、本当はねレックの意見はこうなんだけども僕は違うよとかねいう話をした方がいいのかもわかんないんだけども結局レックの合格推いてても僕がメンバーに入って出してますんでその実は変わんないんですよねなので、まあ、結果的には僕の意見も36です。えー、特に変わりりはありませんでどっちにぶれるかって言われても両方とも可能性はあるにはあるんですよ。だからまああのー、個人的な意見としては、まあ、36点。 ですね。で、もちろん37点に上がることもあるかもしれないしえ、35点に下がることもそれあるかもしれないけど。でも確率的には36点が一番高いというふうに僕は個人的に考えています。ですね。で、結局あの合格基準点推定点の予想会という名目で今日開いてますんで、まあ、要するに、あのこのこれが全てなんですよ。あの、今日のメインテーマはこれで終わりです。<laughs> なので。 えまあこれでちょっと帰ってしまうとちょっとあの寂しいんだけどね、まあ、あの会場に来てくださっている方ですとかあるいは、えー、と全国会場で、えー、同時中継でビデオをご覧になっている方もいらっしゃると思うんだけど、まあ、そういう人にはあのちょっとまだ待ってくださいあの話付き合ってほしいですただね大した話しません。 あのどうでもいい話しかしませんからまあ,あの後で YouTube 見てる人はねまあもうこれで終わりなので36点があのレックの公式見解で僕の気持ちも36ですそれで終わりですなのでこれでもうビデオ止めてもらっても全然構わないですでまああの肥満がある人ね肥満がある人ちょっと話付き合ってくださいでですねええ今年の本試験の 全体的な所感っていうのが当日のビデオでも話したんですけど、えーまあ、点が取りやすかったっていうのが第一印象なんですよ。ね、点が取りやすかったです。でこれはね去年の傾向を踏襲してまして去年もそういう気がしました。で今年も同じ感じがしました。なので、えー、点が取りやすかったというのが、えー、第一印象ですね。でも、ね、誤解をされるると困るんだけど 問題が優しいとは言ってないんですよ。今年の達検試験は優しかったということではないんですよ。あのまあねえー、とちょっとは難易度は下がってますよ。あの一昨年と比べると去年は難易度が下がってます。で今年もまあ去年よりはちょっと難易度が上がったかもしれませんけども、まあここ三年四年前から比べると難易度はやっぱ下がってますですね。 今あのスタッフがお配りしてますんでもあの差し持ってらっしゃらない方言ってくださいね。はいいいでしょうかで、えー、難易度はまあ下がってるには下がってるんだけどもでも優しくはないそんなに優しくないです。わ、うん、割と難しいテーマとかね、えー、出されてますしで問題自体がそんなに誰でもできるようなあの優しい問題とは思いませんので難易度はそんなに大きくは下がってないですね優しくはないです。 ででも点は取りりやすいですすすいいねと思いまま意味わかります4つの中からどれか選べっていう問題が大部分じゃないですか。ね、で4つの中で3つはねうんと難しくて訳わけかんないでですねでもこの1個が絶対罰なんですよね。明らかに罰なんで,すよで誤ってるものを選べって言われたらこれを選べるじゃないですか。これは問題難しいんだけども点は取りやすいって,って話になるんですね。ですか でそういう問題が多かったってことです。要するにね。だから点はある程度高めにつくだろうなという気はまあするんですよね。まあ、その辺はどうでしょうか。皆さん同じじゃないかな。あの他の講師もそんな話はすると思います。でね、えっとこの傾向がどうなんだろうかってことですね。えっと我々にとっていい傾向なのか悪い傾向なのかって話になってきますと、僕は良い傾向だと考えています。これ去年からそう思い出しました。 あこれいいなあと思ったんですね。何がいいかっていうと努力が報われるんですよ。ちゃんと頑張ると点が取れるんですよ。でなんかねチャランポラにね適当に過去問回してねで問題と答えを覚えちゃってふんふんとか言ってで洋々よくねえっとなんかまぐれあたりでねで受かってやろうという感じの人が落ちてくれるっていうかねそういう感じで僕的にはあのちゃんと頑張った人が点取れて ま僕は個人的にですね、努力が報われる試験であってほしいんですよね。頑張った人がちゃんと報われて、で頑張らなかった人はダメで、で翌年頑張るんだっていう気持ちになってくれて、でちゃんと受かってほしいんですよね。それがまあ僕の気持ちですし、大半の卓見の講師の気持ちですし、何よりもあの試験の実施団体の気持ちだと思うんですよ。<laughs> 試験の実施団体はだってね重要事項の説明をする人を求めているわけですもんね。 で重要事項の説明をする,のはするのはある程度ちゃんと努力をしてで、まあ、最低限度の法律的な素養を身につけて、ね、でお客さんに分かりやすく重要事項の説明をできる人を求めているわけだから適当に過去問を覚えて,覚えて暗記してで偶然点が取れましたっていう人はあままり好ましくないんですよねそれは普通の感覚ですよねと思いますんで、まあ、あの傾向的には僕は好ましいと思います。 えー、なんていうのかな難しすぎる問題ってすごく努力した人でも取れないんですね。だけども、えー、とあんまり勉強しなかった人も取れないんですよ。ということは頑頑張張っった人も頑張らなかった人人ももななか結論が同じなんだよねそれはよくないんですよ。といと偶然が左右するからだから難しすぎる問題は非常によくないです。で,で優しすぎる問題もあんまよくないんだよね。 簡単すぎる問題、えっ、ー、と頑張った人はもちろん取れる。でも頑張らなかった人もなんか取れちゃうとかね。それは良くないよね。ですからまあちょうどいい問題がちょうどいい難易度の問題っていうのがだいたい七割ぐらいの正解で合格する問題がまあ比較的まあいいと思ってまして、で今年の問題はまあまあ個人的には難易度とかね問題の形式とかいいんじゃないかという気はします。まあ批判しようと思えば批判するところはいくらでもあるんだけど。 だけど昔に比べればいいですよ。今の試験はすごくいいと思います。昔はね、昔というかまあ過去10年ぐらいに遡ると変な問題だなとかね、あのなんか見,見た瞬間にムカつくような問題出してくるとかですね、そういうなんかえっ、ー、と皆さんがムカつくのと違うんだよ。僕らがムカつくのはこれ頑張ったって無理じゃんっていう感じの問題出されるとすごく不愉快なんですよね。でも。 今年の問題も去年の問題も、うんうんっていう感じで、いいんじゃないのっていう感じですよね。なので、まあ、えっ、ー、と、当日のビデオで話した、あの、書簡をよ、ご覧いただいた方がいるかもしれないんだけども。あのー、予備校でちゃんと勉強している人が有利な試験なんですよね。いい、これ、これはいい警告かどうかわかんないんだけどね。予備校では、あの、原理原則から教えますからね。こうこう、こうだから、こうなんですっていう形で。 基礎的な部分からちゃんと教えますんで、そういう勉強してきた人が有利な試験なんですよね。そういう、まあ、別に予備校に通わなくたってね、あの自分で独学でそういう勉強できる人はいますよ。だからまあ予備校に通えばいいっていう話はもちろんないんだけども、もう原理原則基礎的な部分をしっかりと固めた人が割と点が取りやすくて、まあ個人的にはいいんじゃないかなという気はしますね。えー、分野別で考えてみますと、まあ権利関係は 若干難易度が上が上えー、ただね去年から変なあの民法の条文にありますかっていうような変な問題がなくなってくれて去年からですねで結構まともな問題になってきたという気がしますあとですね、えー、相変わらずねあの平均点を下げる必要があるんでしょうねこれは分かんないよっていう問題も,もちろんありますだからしょうがないんですよ。 あのある程度平均点下げなきゃいけないんですよ。あ、あの調整しなきゃいけないですね。だから、やっぱりあの取れるわけない。問題もいくつか散りばめないと試験になりませんから、これはしょうがないんですね。まあ、そんな気がします。えっ、ー、と両方に関してなんですけど、えっ、ー、と個数問題がちょっと増えましたよね。まあ、去年がたまたま減ったんだけど、で個数問題が減るとどうしてもやっぱりえっ、ー、とね。点が取りやすくなりますんでまあ、今年は少し増えましたからね。 だからまあ正誤問題よりは個数問題の方が点は取りにくいのは間違いないからですからまあそういった面では去年よりは宅建業法はちょっと点が取りにくいという印象はみんな持っていると思います,ですね、えー、法令上の制限はあんまり変わらないですよねあの去年と変わらないですね点取りやすいとは思います割と点取りやすいと思いますもちろん中にはね変な問題ありますよあの建築基準法で変な問題ありましたよでも それでも点は割と取れる問題が多かった。後でちょっと中身を見ますけどね。まあそんな気がします。免除科目、免除対象じゃない方、あの免除対象の方はまあ関係ないかもしれないけど、免除科目もやはり去年と同じ傾向で、えー、優しい、取りやすいですね。あのちょっと前までは免除科目は3点取れればいいですって言ってた時代が長かったんですよ。 それがね、まあここ数年点が取りやすくなってきて、去年あたりは4点か5点が普通になってききました。あの去年の合格者の免除科目の点数を聞きますと、ほとんどまあ僕が聞いた限りでは5点が多かったんですよね。で、5点じゃなければ4点ですね。非常に点が取りやすかった。これ去年ね。で、今年もまあと。 あの広告の,あの景品表示法の問題が、まあ、ちょっと面倒なのかもしれませんけどでもね、えー、ちょっと見ましょうか、えー、と景品表示法の問題ありますよね、まあ、これ試験に関係あの免除の方は関係ないんだけども、まあ、少し参考までに聞いてみてください、えー、問いの47番ですね、まあ、これがとあの景品表示法に関する問題なんですけども これねまあ土地を販売するにあたり購入者に対し購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件これ建築条件って言いますよねそういった建築条件をとして建物の発注先を購入者が自由に選定できるということになっていれば建築条件付き土地と表示する必要はない。 いやそれはまずいでしょう建築条件がついてるわけだからこんなわけないじゃないですかこれ分かりやすいよねで2番目もあの、まあ、割と分かりやすいんですよねこれ過去問でも出てなかったかな、えー、と賃料でねで例えば新築マンション新築の賃貸マンションで賃料を募集するときに賃料が同じとは限らないよね高い,高い家賃の部屋もあれば安い家賃の部屋もあるまあ普通は1階が一番安くて上に行くと家賃高いよね で、その時に標準的な1個あたりの賃料を表示すればってのはダメなんだよね。一番高い賃料と一番安い賃料を表示する必要があります。まあ、このあたりもできた人が多いんじゃないかと思うんですよね。問題は3番ですよ。リフォーム済みの中古住宅については、リフォーム済みである旨を必ず表示しなければならない。これを選択している人が多いんじゃなかったでしたっけ。えっと、この。 お配りしているこの冊子のね、えっと、一番最後のこの正解率のこれ見てください47番の正解率を見てみると25.1%しか取れてないんだよねでみんな3番を選んでます67.1%ですねほとんどの人が足の3番を選択して間違ってるんですねでこういういのは、まあ やむを得ないのかもしれないですね。えー、こんなこれがね正しいってまあ思ってしまうんだろうね。うんだけどちょっと冷静になって考えてみるとそうかなと思うんですよね。あのリフォーム済みだとリフォーム済みって必ず表示しなければダメなの？だってリフォーム済みだっていろんなリフォームがあるじゃないですか。でリフォームしたんであればいつどんなリフォームをしたのかっていうのは ちゃんと表示する必要がある。これはまあわかると思うんだよね。だけどもまあ、ちょっとそう。これやっぱ間違えるのかなっていうのが、まあ少しね。僕的にはうん。残念な感じがしますね。で、4番目はね。これ要は建築1年未満で居住のように供されていないものを新築住宅と言います。だから、誰かが1回買ったとか買わないとか。それかぐらも関係ないんですよね。まだ1年経ってない。 誰も住んでいないななななら新築んんですよそれで、OK、なんですすよそれねなので、まあ、僕はまあ自分はプロだからね俺簡単じゃん4番丸じゃんとか,、まあ、分,か分かるのはそれは講師だから当たり前かも分かんないけどあの一般的な受験生の方はちょっとそれが取りにくかったということはあるかもしれないですね。でも、まあ、蓋を開けてみますと、えっと、僕のところに、えっと、試験が終わってから、まあ、1週間ですよね。で え、この間に何人かの方が、まあ、何十人だね、何十人かの方が、えっと、ご自分の点数を知らせて。メール、くださいました。で、それらを見てみると、まあ、合格、この人は合格している点を取っている人は。大体五点取れてる。ですね。あの、免除科目も五点取れてます。で、四点の人ももちろんいますけどね。まあ、五点の人は結構多いです。四点か五点取れてるですね。で、この傾向はどういう傾向なのか。 と考えてみますと、えー、僕的にはすごくいいんですよね。僕的にはこれはものすごく歓迎したいことなんですよ。あのなぜかと言いますと、えー、まあここでね、宅建試験の制度批判をするのがいいかどうかはわからない。まああまり好ましくないのかもわからないけど、僕はね、この5点免除っていう制度が嫌いなんですね。正直言いますと。 あの五問免除されるっていうのはフェアじゃないというふうに僕は個人的に思ってまして、あのレックの意見じゃないよね。僕は勝手に思っただけだよ。レックは思ってないですよ。ね。あの僕は個人的にはなんか嫌なんですね。なぜかというと、自分はずっともう20年以上不動産業界にいました。で、ずっと不動産屋です。僕は。ずっと仲介してきました。で、えー、そういう人たちは、あのなんか他の人たちに比べると能力は低いって思われてるみたいな感じがして。 嫌なんですよね。馬鹿にしないでくれっていう感じです。僕は。あの不動産業界だって、全然普通の業界と同じです。えっと、別に勉強できない人が集まっている業界じゃありません。ですから、下駄を履かせてもらう人ないんですよ。ちゃんと受かりますから。普通に勉強すればね。なのに、なんかね、どうしてもなんか。不動産業界に携わっている人の合格者を増やしたいっていう。まあ、国交省の意向があるんだろうね。だから、まあ、下駄を履かせてくれてるじゃないですか。で、僕からすればね、なんか嫌なんですね。 あの国家資格の一番いいところってフェアなところだと僕は個人的に思ってましてこんなに平等なものが世の中にあります。家柄も関係ないですよ。ね金持ちも貧乏にも同じです。ねで、えー、なんかなあの親が金持ちだと子供も金持ちじゃないですかでもそういうこと全然関係なく誰でも同じように受けれるし。 誰でも努力すればみんな受かるし、で、どんなにお金持ちでも勉強したいと落ちるんだよね。非常にフェアな世界で、僕は自分が資格業界に、まあ、不動産屋から。まあ、結果的には転向しているわけだけどね。え、それは自分の資格試験の勉強の時の感覚は残ってまして。まあ、若い頃、まあ、一つの資格試験に、まあ、死に物狂いで挑戦したことがあって。まあ、四年弱なんだけど、四年弱、自分の人生のすべてを。 4年間のすべてをかけてですね。で挑戦したことがあって、その時にその挑戦した時の一番の動機っていうのはフェアだからなんですよね。え自分は学歴ないし、で別にお金もないしね。だけどもえこの資格はそれがない資格って何もないと。だから努力すれば報われるっていうことで僕は資格にまああの没頭したんですよ。で結果的には浮かんなかったですよ。結果的には浮かんなかったんだけど、でもやっぱり。 資格はフェアでいいなっていう気持ちが残っているからだからまあこの資格業界にも僕はすんなり入ってでえ皆さん頑張って合格してくださいみたいな話をね、まあ、するようになってるんですね。えなのでまあ,あの本当は僕はうんと誤問免除っていうのはなくなってほしいなっていうのが本当のところなんだけれどもでも優ししいいい問題出してくれるならいいんですよ、ね、この免除科目をちょっとの時間で4点5点取れるような試験だったら 対してアドバンテージないじゃないですか？5点免除5点免除がって、だからほとんどあのフェアに近いじゃないですか？だから僕はこここの2年ぐらいの傾向はうんといいんですよね、えー、とてもいいと思ってます。まあ、せ。いぜい言点ですよね。アドバンテージならいいですよ。ならいいです。だって、あの免除免除取るためには、あの2日間かな。10時間ぐらい講習を受けてね。 でなんか、ね、変なビデオ見させられてねずっとい1日2日時間潰してねその時間に勉強すれば4点ぐらい取れるからどっちみち大して変わんないんだよねならいいですよっていう話ですねあの決して試験,試験制度を批判してるわけじゃなくて個人的な鬱憤を話してるだけ、ね <laughs> まあ、あんまりそこはあの深く突っ込まないでくださいその割にはお前ご5点免除の講習やってんじゃないかとか言われると困るんだけど嬉しそうな顔してやってんだよね あの僕は資格あの不動産業界の味方ですみたいな顔してやってるんだけども、まあ、そこはちょっと突っ込まないでほしいんだけど、まあ、あの本音を言うとちょっとそんな感じがしてます。はい、でですね、えっと、時系列というかなあのどんな形で、えっと、どんな形で当日の流れがあるかっていう話をねあの本試験当日の なんかビデオでもちょっと話したんですけども、まあ、少しかぶるところがありますが聞いてください。えっと、本試験当日のねビデオでも、まあ、こんな話を少ししたんですけども、えっと、本試験の当日10月20日がまあ本試験じゃないですか。ね、で,、えっとですね、この、まあ、試験が1時から、まあ、こ,れこれが試験時間ですよね。で1時から15時までが試験で。 で僕らもこれ試験を受けに行くんだって話をしたことがあるかなと思うんだよね。あの講師も普通は試験受けに行くんですよもちろん受からないけどねち,あのちゃんと落ちてきますから皆さんにご迷惑かからないようにするんだけどでもとにかく僕らが全員受けると平均点上がるとかねいう可能性もあったら嫌だからだからもちろん全員落ちるんだけどでも一応受けに行くんですよ僕らはねで、えーと。まず僕ら以外にもにもとかく 各予備校ともあの講師もスタッフもみんな受けるんですよ。で、えっと、なんで講師以外が受試験を受けるかというとこの5時半ぐらいを目安に問題冊子の到着を待っているスタッフが首を長くして待ってるんですね。で問題用紙を届いた瞬間にそれを全部コピーしてで分割してでみんなで解答出しを始めるんですよね。 でこれなんであのそんなに急いでるかといいますと、まあ、これも皆さんにお配りしてるものじゃないんだけどこれ本試験当日にね配ったものなんだけど、まあ、回答速報会っていうのがあってで当日の4時半から、まあ、新宿エルタワー、まあ、ここだよねそれとかあと梅田とかは5時からなんだけど、まあ、こういうところで講師が、えー、と回答速報を出すようになってるんですね。 その,その回答を出すためにですね、えー、早く出さなきゃいけないんですよ。ね、この問題冊子が到着したらこれ4時半から始まりますから4時半に四時半に、ね、回答速報会が始まりますからここで、えー、どうしても20問ぐらいね二十問ぐらいの答えを送ってあげたいんですよね講師に現場の講師に。で現場の講師はそれを待ってるんですよ。 特にこの L タワーはねあの時間早いからだからそれ今か今かと待ってるわけですねでどん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 受講生集まってきます受験生がで自分が受かったか受かんないか知りたいから早く答えを知りたいんですよねだから、えー、いつなんだあのこれあのこの問題は何なんだっていう答えを待ってるわけですね早く送ってあげたいですねでこれをとにかく急いでるわけですね最低20問ですねでしょうかでそうすると問題冊子が到着してから 三十分で二十問出せるわけがないんですよ。絶対無理なんですね。たった三十分でどんなに人海戦術使っても無理です。となってくるとどうするかというと、僕らがここで試験を受けてですね。で、この問題だけは絶対大丈夫っていう問題を選ぶんですね。講師がそういう役割をする講師が四五人いるかな。ここで試験を 受けて自分で受けてこれ大丈夫っていう感じの問題を選ぶのがまあまず僕らの仕事のまああのまあ一番大事なもんところかなえっ、ー、とちょっと問題冊子のえっ、ー、と問いの二十一番見ていただけます今年の問いの二十一番なんですけどこれ農地法の問題ですよね。 えー、これ僕見えるかな？これオッケーマークがついてますよね。僕は絶対大丈夫っていう問題はオッケーマークをつけるんですよ。で、これはもうそのまま現場の更新を送っていいよっていう答えですね。絶対大丈夫っていう答えです。ちょっと見てください。えー、足の一番、工作目的で原野を農地に転用しようとする場合、四、えー、条の許可が いるわけないじゃないですか農地にするんだよね、農地を潰すんじゃないんだよね、農地を宅地にするんじゃないんですよね、農地が増えちゃうんですよだったらどうぞご自由にってのもんだよねあの許可なんていらないんですよだって農地を守るのが農地法の趣旨なわけだからどう考えても一番丸なんですよねじゃあこれでいいのかっていうとそんなことじゃ収まりません 2番3番4番が絶対罰じゃないと OK マークはつけられないですね。そうしますと2番見てください。えっと借り入れのために低都権を設定するこれ許可いらないですよねあの。農地は潰れないからね。低都権を設定するだけだったら別に農地はそのままだからだから、えー、許可いらないですよね。だこれ1番2番絶対×だよね。3番目市街化区域ですよ。市街化区域内農地ですね。 実家用駐車場に転用ですね。で要はこれ農地を転用するわけだからだからこれ許可がいるパターンですよね本当は。だけど市街化区域だから特色があるよね。と農業委員会届出をすればいいっていう特色がありますよね。ところがこれ許可が必要と言ってます。ここれかこれかかね許可が必要と言ってますだから3番目は絶対罰 だよね。というふうに、まあ、これは皆さん、あの、うん、うん、うん、自分もそう思ってるっていう感じで。あの、リアクション取ってほしいぐらいですね。非常に基礎的な問題です。四番目、これ過去問そのままですね。あ、序理最終法がどうのこうのとかね。まあ、これ一時的に貸し付けたって、あの、まあ、農地じゃない。ことをするわけだから、農地が潰れちゃうわけだから、この場合には。 許可は不要じゃなくて許可は必ずいりますんで四番目も絶対罰なんですよね。そうすると全部の足が絶対大丈夫という問題がオッケーマークなんですよ。ね。それに対してえっとちょっとでも疑義があるとオッケーをつけられないんですよね。えっと例えばですね。問いの三十九番を見てくれます。 問いの39番なんですけどちょっと面倒くさいかもしれませんけども一足ごとに見ていただきたいんですけどね、えっと、まず本文で説明の相手方は業者ではないと言ってますね。で足の1番を見ますと、まあ、あの既存住宅の貸借の媒介ですよねで。この場合に この建物の建築および維持・保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない、まあ、建物対策の場合は、ね、これ除外されていますので、まあ、これは、まあ、あの罰つけられたよという人は割と多いと思うんだけども、まあ、僕も当然罰はつけられましたですね。で2番目、えー、宅地の売買の媒介を行う場合特許された抵当権について引き渡しまでに抹消されるんだったら説明しなくてもいいわけないですよねこれは絶対罰ですよね。 で三番目は一応丸で四番目、えー、建物の売買または対借の場合だから売買と対借両方とも聞いてますねで当該建物が、えー、津波災害警戒区域内なんだよねその場合には対借の場合は説明しなくても良いまあここが×なんだけどこれまあ えっと僕のクラスの人はほとんどここにはいないと思いますんでまあ講義えっとビデオを見ている方でも僕のクラスの人は少ないと思いますんでまあこんな話してもしょうがないんだけど災害関連つつっってててて覚えてくれって散々言ってやるんですね土砂災害警戒区域とか津波災害警戒区域とかその災害関連の3つは命に,命に関わる問題だからだからアパートとかマンション借りる人だって命が大事だからねだから説明がいるんだよって覚えてくれって。 で何度も話したところですね。だからまああのその話を覚えている人は、うん、これ説明しなきゃまずいんじゃないのっていうのはまあ分かってくれたんじゃないかと思うんだけども、問題はね、三番なんですよ。三番丸なんだよね。絶対丸なんですよ。三つ罰だから。ね。でも三番は宅地の貸借を行う場合、えー、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において。 契約終了時における当該宅地の建物の取り壊しに関する事項ですね建物取り壊しに関する事項を定めようとする時はその内容を説明しなければならないそりゃそうですそれはそうなんだけども引っかかるポイントが1個あってここなんだよねこれ借地権の存続期間を50年といいうここが入っっててますすれってあの条文にないんですよだから僕はこれをすごく違和感を感じるんですね。 こんんなななの条文にないから年っていうのがもう頭フリーズしちゃってえー分かんないなんで50年なんだろうっていうのがまあえっと講師の中では分かった人もいるんだけどね僕はとその時分かんなかったんですね。で落ち着いて考えてみれば分かるんだよ。落ち着いて考えてみると建物の取り壊しに関する事項ってことは要するにね建物の買い取り請求を認めないってことなんだよね。そうでしょ建物を取り壊すわけだから 建物買取請求を認めないってことですよ。建物買取請求を認めないっていう特約は普通借地でオッケー。だめだよ。だめなんですよ。だから定期借地じゃないとだめなんだよね。そうすると期間が。期間が五十年だから。これ定期借地。のことを多分言ってい言いたいんじゃないかと思うんですね。え、そうすると、あ、なるほど。だから、えっと、それをなんていうのか あの混乱させないようにこの表現を入れてるんだなってことが後で分かったんだけど今分かんなかった本試験の場では分かんないっねだからこういう問題は OK マークをつけられないんですよ。で僕はっって書きます言ですでねというのは問題自体は簡単だから裏を取れば OK マークつけられるから優先的にこの、えっと、問題を取り組んでくれっていうあの留守番スタッフに対するメッセージですね。 これがまあ有利ですね。だからこういう問題はえっ、ー、とオッケーマークつけません。でね、えー、このオッケーマークなんですけども、オッケーマークの問題の個数の変化を僕らは僕は気にしています、えー。例年ですね、50問あるうちに自信を持ってオッケーマークを僕がつけられる問題ってのはせいぜい半分以下なんですよ。20 三問とか二十四問ぐらいしかオッケーマークをつけられなかったのに。去年はなんと二十八問オッケーマークがつけられたんですね。だからいかに点が取りやすい、取りやすくな、去年なったかとね。去年は二点上がったんですよ。三十五点が三十七点に五億点が上がりました。で、今年は何個かというと、今年は二十六なんですね。だからオッケーマークは二十八から二十六に、まあ、ちょっと減ってるわけですね。 だから体感的にはちょっとやっぱ難しいという感じは受けたのは事実なんですね。だからうん去年よりは一点下がるんじゃないかなとかね、そんな話をと、うん、当日のビデオでもしたと思うんですが、まあそれ辺は僕の感覚でそういう話をしましたね。まあオッケーマーク気にした気にしてるのがそんな実情です。で、えっとそれがまあ僕らの一番大事な仕事で、あともう一個ありまして、もう一個は。 自分の講義の反省とか自分は1年間教団に立ってねで受講生さんに偉そうにいろいろとしゃべってきましたけども自分の講義で本当によかったのかとかね来年に向けて何を反省すればいいんだということを各講師はみんな試験を受けながら考えるわけですね。そういった題材にもなりますんで僕らは試験を受けに行くんだけども、まあえー、振り返ってみますと。 良かったところもあれば、悪かったところもあると思います。まあ、これは素直な気持ちとして、あ,あ、良かったなって思うところはありますよ。一番良かったと思うのは、やっぱりですね。えっ、ー、と。予想とか、山当てをするなっていうことを、まあ、これも通学クラスとか。あとは、えっと、再チャレンジっていう、あの、通信のクラスの人じゃないと、分からないと思うんだけど。僕は山当てをあまり気にしないでくれ。 講師はいろんなこと言うけどなんとかあんまり無視して気にしないでくれって彼と結構頻繁にしてきましたなぜかと言いますと、えー、山ててっていうのが、ね、いのろいろあるわけですよまず改正点です法改正改正点これが1点もう1個そろそろ出るやつ順番的に3年に一遍とか4年に一遍とか、えー、周期的に出る問題がありますそういうのが、えー、と予想問題になってくるのね。でその だからあの講師はみんなそれを予想を出してで「あなんとか先生」の予想が当たったとか言われるとう、まあ、嬉しいからだから講師は予想をしようとするんだよね。でまあ僕もしますはっきり言って。だけども、えー、それはうんなんかスパイスみたいなものでメインディッシュのお肉とかじゃないんですよね。胡椒とか付けのの野菜なんですよでメインディッシュのお肉はやっぱり まあいつもいつも出ている。基礎的な問題。それをちゃんとやればちゃんと受かるから。だから。あの本筋から外れて、その予想的なところに気をとらわ。とらわれないようにしてくれって話を。まあ、よくしてきたんですね。で、それはずっと一貫してそのスタイルで僕は来ていると思います。で、今年も。あ,あ、よかったと思いました。あの、出ましたよ、もちろん。改正点は。ね。出ました。だけども。 えとこの解説点を見てみるとやっぱり気にしなくてもよかったという感じがします。えー、と例えばですね、えっ、ー、と問いの18番を見てみてください。えー、と問いの18番が、まあ、こんな問題で。 問いの18番なんですけどもまあ、僕はね。これ足の1番が自信を持って丸かばつかの判断ができなかったんですね。なぜかというと、この面積が自信がなかったんですよ。この60とか40とかね。いや、これなんかあのなんかあったかなとか思ってどうしても自信を持ってバツつけられなかったんですよね。だから三角にしました。 でもまあ2番は自信を持ってまああの丸はつけられたんだけどもこれもね僕は講義中に必ず覚えてくれって話はしてないんだよね実はね。ですね改正点が4番です。地方公共団体はその敷地が袋地上道路にのみ接する一戸建ての住宅について条例でその敷地が接しなければならない道路の復員に関して必要な制限を付加することができるんですね。 でこれ改正点で、まあ、一応ね講義中には話はしたんだけれども僕はねここで引っ掛けてくるとは思わなかったんですよね一戸建て住宅これ一戸建て住宅は除かれるんだよね。で僕はこの「付加することができる」ってやつを「緩和することができると言って引っ掛けてくる」じゃないかなと思ったんですよ。でそれれ以外のところで出されたら 受験生さんは多分取れないと思ったんですよなのであまり細かいところはいらないですもうそこだけでいいですって話をしました。でどうなんだろうえっ、ー、とそれによってまああのなんていうのかな、えー、僕が改正点を話さなかったからだから、えー、4番目が自信を持って回答できなくてそれでなんか、えー、と間違っちゃったっていう人がいたらそれは僕の反省点ではあるんだよね。だけども 何が言いたいかって言うと、ここのそのものズバリの改正のメインのところじゃなくて、こういうなんか端っこの方を出されちゃったらね。1戸建てで引っ掛けてくるとは思わない。かったんですよ。なので、そういうところ出されちゃうとまあ、どっちみち取れないしで改正点が分かりやすい形で出題されるならいいんだけども。結構分かりにくい形で試験に出されるんですよね。あの、去年の,の報酬計算もそうですね。あんなのできるわけないじゃん。っていう。 改正点を出してきたんですよねで一応講義では説明したけどもほとんどの受験生が僕のクラスの人はできてなかったと思いますだから改正点を一応話ししても多分取りにくいものは取れないと思ってますんでだから僕はあまり気にしないでくれという話をしてきましたでそろそろ出るんじゃないかってやつも気にしないでくれとそんなのわかんないんだから でね、そろそろ出ない。そろそろ出るんじゃないか。ってことは何年か起きじゃなきゃ出ないってことですよ。何年か起きじゃなきゃ出ないってことはあまり重要ではないってことなんですよ。だからそんなものは本当にスパイスね。あるいは付け合わせの野菜であって、あまり重要ではないというスタンスでまあ講義をしてきて、まそこはまあえっと自分的には悪くないんじゃないかなっていう感じはしました。で、逆に悪かった点もまあいっぱいありますね。あの、さっき言ったみたいに。 ね、そのもうちょっと改正点を、えー、詳しく話してもよかったのかなっていうような、まあ、反省もちょっとはあったりとか、まあ、するわけなんだけどもそれとか思い込みがあるんだよね、えー、っと今年もあれが出ちゃったんですよねあの変なあの問いの32番、えーっと「低廉な空き家」みたいなやつ問いの32番ですね。 問いの32番で、えー、これ足の1番と足の4番がなんか定例の空き家等に関するあれなのかな、えー、のまあ改正点ですよね。でまあこれ割と簡単な問題だと実は思ってるんだけどだけど僕はね唯一ここ反省してるのはね去年この問題が出た時にえー 実務的には何のインパクトもない会社だったんですよ。だからまあ、出るとしても足1個だろうと思ってたのに、正面から1台出ちゃったんですね。で、そういうことが去年経験してまして、まさかこんなことを今年も出してくることはないだろうと思ったんですよ。だから今年もえっ、ー、とまあ、出るかもしれないけども、もまあ、出ない可能性高いです。なんていうことを講義で話ししてきちゃったんですね。で、それも僕の思い込みですよね。 これも何とかな出ないんじゃないかっていうのもやっぱり予想ですよね。で予想するな予想するなってといて自分が予想しちゃったんだよね。出ないんじゃないかっつってでそれもなんかちょっと悔しいっていうかねあの自分的には少し、うん、残念なところになったりします。まあそのところですね。はい、えー、でですねちょっとねえっ、ー、と難しい 低くはないんだけども、正答率が低い問題というのはちょっと気になりました。え、問いの四十番ちょっと見てみてください。えー、問いの四十番なんですけども、問いの四十番、僕はあのオッケーマークをつけた問題なんですよね。えー、問いの四十番で。 で皆さん、足の2番に引っかかってるんじゃなかったでしたっけ問いの40番の正解率見てこの,この一番、えっと、レジュメの一番最後のページのこの正解率見てみてください。問いの40番って、まあ、これですよね問いの40番の正解率35.6しかないんですよね。 随分と正解率低いですよ、ね、えー、これ別にそんなに難しい問題とは僕には思えなかったんだけども、えっと、すごく正解率がまあ低くて2番と3番をみんな,なんか、えっと、迷ってるんだよね。で2番はこれ、まあ、久,久しぶりに出ました帳簿の問題だよね。帳簿の問題で,で期間が あのね、5年とか10年とか、えー、そういったこの数字が、まあ、出てきてるじゃないですか。でこれもね、まあ、僕的には良かったなと思ってるのは5年とか10年っていう数字は今時引っ掛けてきませんと大体い,い,いつから5年かとかねいつから10年かっていうので引っ掛けてくるからこの前を含めて覚えてくれっていう話をずっとしてきました。だだから、まあ、各取引の終了後が違うんだけどでも、まあえー、さっとと読むとね なんか丸をつけたくなってくるかもわかんないですね、これね。で、四番目が。あ、三番目か。三番目を選んでいる人が割と多いのかな。これ。二行目の一時的かつ移動が容易ってやつ。ですね。これ、テント張りとかの話だよね。え、そうすると。この場合は。えっと、クーリングオフができる。あんなじだから。 クーリングオフができる旨の標識を掲げなければならない。で、まあ、僕は普通に丸だと思うんだけども。でも、まあ、意外と点が取れない。ん、だなっていう感じもしました。ですね。まあ、そういった形で、うん。まあ、こ、あの。気持ち的にはね、自分が取れると思ってたけども、取れないっていう人もいるし。で、難しい。と思ってるのに、取れる場合があるんだよね。あの。抵当権の問題ですね。 抵当権の問題って、各予備校の講師もみんな批判してると思うんですよ。で、僕もちょっと頭に来ました。でも、みんなできてるんだよね。抵当権の、あの順位の譲渡の問題。問いの十番、ですね。問いの十番の問題で <laughs>。問いの十番の問題で、僕はここにね、あの無って書いて、書いたんだけど、無って <laughs>。 あのこの無ってのは難しいってことねこれ難しいよってことねであのまたこんなの出していくんいいか減にしろよっていう感じがしましたで実務的にほとんど行われていないようなね定等権の譲渡とかね定等権の順位の譲渡とか紛らわしいんだよねこれねまた出してきたでもこれって結構あの分かりやすいんだよねこの問題え正解率見てみてください問いの10番問いの10番 六十八点九あります。六十八つまり七割の人が取れてるんですよね。六十八点九です。さっきのうんと優しかった農地法の二十一問見てください。二十一問七十三点四です。あの農地法の問題と低当権の順位の上度の問題がほとんど正解率が変わらないんですね。こんな問題ができるんですね。現場で考えてみると確かにできるんですよ。 あの僕のクラスであの受講されていただいた方で何人かのメールに書いてあったんだけども、まあ、一応なんか順位が変わるんだから、えっと、3番目の人が1番目に繰り上がるから番目の3番目の人が1番もらえるんだよね形で、いう形でやっていくとなんか1番が600万が一番少ないのが正しそうな感じがしたから600万円を選びましたっていう人がすごく多かったのです、ねまあ、できちゃうということがあるのかもしれないですね。 なのでまあえっ、ー、と講師の感覚はだから当てにならないんですよね、えー、難しいなと思っても受講生さんできちゃうし、ね、そ,うじゃなそうじゃなくてもね、えー、僕らが簡単だなと思っても受講生さんできないケースもあるわけだからまああまりその辺は講師の感覚っていうのは実はあんまり当てにならないっていうところはあるかと思います。はい、で、えー、ちょっと例年。 なんかこういうい資料を画面に出してお話ししてるんですけどね、これ、お配りしている資料じゃないので、まあ、画面をちょっと見ていただきたいんですけど、っ、えー、と、まあ、今年令和元年で2019年で,で、合格率がまだ出てきて,きてませんです、ねで、例年15%ぐらいの合格率なので、まあ今年もね、あのそんなに対して変わらないですよ、なあの変わりませんと思います。 で受験者が増えてますんで合格者も少し増えると思いますよとうとう22万人だね確か受験者が去年21万人になって今年22万人だから受験者が増えてますね受験者が増えてるわけだから少し受験あの合格者を増やしてくるという気はします、えー、この辺は15台で即応会の平均点この即応会ってさっき話し,しました これですねこの当日の素会エルタワーとか梅田とかこういうところに来てくれた人の平均点がこれですね、これが当日の平均点、ですねこれ当日の平均点、でえー、とこ,れがこれがそう,そうです、<laughs> 去年が35.4、四、今年は35.0、少し下がってますね、やっぱちょっと難しいんだよね、ちょっと点が、去年に比べれば少し点取りにくいって話ですね。 途中集計データ、これが、えっ、ー、と、今日お配りしているデータです。えっ、ー、と、こういうページ、あり、あ、見つかります。あの、後ろの方なんだけど。後ろの方の、この、これです。これです。えっ、ー、と、人数が今年少ないんですよね。二千百九十三しかありません。データが。 これ、皆さんにお配りしているレジュメの後ろから三ページ目ぐらいかな。で、平均点三十五点六です。え、これは人数が比較的増えてきますので、割と信頼がおけます。それがどうなっているかというと。え、去年は三十五点九だったのが、え、今年は三十五点五なっています。だから、下がり方は同じですね。零点四下がっています。なかなか難しい点が取りにくい。感じはしますよね。え、最終集計データ。これは。 本試験の12月4日が合格発表ですよねと11月末の時点かな11月末の時点で最終的に集まるデータですねこれがだからまあ1か月1か月後まあもっと後か1か月よりももっと後ですねここで一番データが集まります。これはねあのこういう人たちなんですよあのこういうはがきを配ってるんですよね。本試験の あの現場であのなんだ、えー、と試験会場ででこのこれに答え出して郵便で送ってくださいっていう風にやってるんですね。でそうするとあ,のあれをもらえるんですよねか詳しい解説集なんか詳しい解説もらえるんですよでそのデータが全部揃うのがここなんですね。でこれは結構人数集まります。3000を超えるんじゃななかかったかなと思いますでね えっと去年の三十五点九がどうなったかというと、ちょっとやっぱ下がったんですね。で例年ちょっと下がるんですよ。ね、例年下がるんですよ。この途中集計データから最終集計データまで少し下がるんですね。もうこれは理由はもうよくわかります。だって詳しい解説集が欲しい人がいっぱい集まるから。だから、えー、今年はダメでした。来年頑張ろうっていう人が。 反省するために詳しい本試験の解説冊子が欲しいわけだから十分受かっている人は40点超えている人は応募してきませんだからやっぱり少し下がるんだよね。でした去年年かからととから一昨比べると2点下がってま,すですねでまあこの辺の3はみんなあのまあ理屈は通るんですよ。2点下がってます。 2017年から2018年かけて当日のデータも2点下がってます,です、ね。で途中集計データも、まあ、2点までいかないけど1.6点ぐらい下がってますね。でこれも1.8点下がってます。あ上がってるのか上がってるね。だからえ去年はやっぱり2点上がりました。でまあとりあえずあの何の信憑性もないわけじゃないよね。まあそんな感じなんですけどもえっ、ー、とこ今年はどうだろうか。 ということなんですよ、ね、でまあわかんないっちゃわからないんだけども、まあえー、と必ず下がるんですよね少しね。だからまあこれが35.3ぐらいに下がりそうな感じはまあ感覚的な気はするんですね。と35.3がちょっと上がることが多いんですよね。これ上がってますね本試験では この平均っこの点よりもあの合格点は上がるんだよね。これも一点上がっています。だから過去2年は上がってるんですね。上がっています。で下がってる時があるんですよ。こうやって最終データよりも本試験の合格点の方が低いってこともあるんですよね。でもここの傾最近の傾向は上がってるんですね。と今年も上がると考えておいた方が無難ですよね。そうしますとまあ三十が まあ下がる可能性がゼロじゃないので、まあ、35点になる可能性はまあゼロじゃないでしょう。で、えー、そのまんま下がらないで、えー、35点の上はまあ36点しかないもんね十六点ですね、えー、まあ大体横ばいっていうかちょっとちょっと上がるぐらいかなで36点っていうケースもあるかもしれないしまあ37点っていうことも まあ可能性としてはゼロじゃないと思うんだよねなのでレックとしては36点をまあど真ん中に持ってきてで上下プラスマイナス1点ぐらいのまあ幅は売れ、まあ、ぶれ幅はあるんじゃないかっていう形ですねで、えー、出してきましたで、えー、と去年とどう違うのかというと去年よりもやっぱり下が,下がると思うんですよ35.8が35.3ぐらいにね。 少し下がると思うんですねだから、えっと、点数が1点下がるんじゃないかなっていう気はまずい少ししてるんですね。それからもう1点なんだけど、えっと、こ,のこのページさっきのページなんだけど、えっと、人,人数の分布図ですこれがね去年の分布図持ってくるのを忘れちゃったんだけど去年の分布図はこの40点のところにもう1個やる もう一個山があったんですよ、こういうふうに。この四十点ぐらいの山、それ三十六点の山、で二個あったんですよね。去年は、去年の人数分布は非常になんかいびつだったんですね。で、この山がすごく気になったんですよ。去年ね、これ四十点超えの人が、四十点超えてる人が数が多いんじゃないか。っていう気がして、で、僕はあとプラスして、えー、合格し、あの、多分合格しましたみたいな感じで。 メールを送ってくれている方が、えー、本試験が終わってから一週間以内に送ってきてくれた方が、八割ぐらいが四十点超えたんですよ。去年ですね。これ異常だよって思ったんですよね。そんなの今までなかったです。だから去年の去年はまあレッグでは三十六点プラマイ一点で、ね、僕は三十七点って結構可能性ありますよって話を確か。 この場で言った気がするんでよ,よく覚えてないけどそんな気がしましたで今年はどうかというと去年ほどは40点超えの報告がないんですよでそれはデータが証明しています非常にフラットなんだよねここがいつも通りですなので40点の山がありませんなのでやっぱり、ね、その高いところに大きな山がありますとねえっと合格者は3万人とか3万5千人ぐらいに抑えたい という気持ちが当然あるでしょうから、上から順番に拾ってこいですよ。で、三万三千人とかね、三万五千人のとかで切るわけですよ。だから、上の方に点が多い人がいれば、どうしても少し上に上がってきちゃいますね。で、今年はそれがないので、まあ、三十七点みたいな。上の方に触れる可能性が少し少ないんじゃないか。まあ、希望的観測が多いんだけどね。<laughs> なんか、あの、お前の希望だろうっていうふうに思われちゃうかもわかんないんだけど、まあ、僕のクラスで。 えー、報告をあの通信とかね、えー、いろんなメールをくれた方の中で、うん、ちょっと気になるあの点数が低いかなという人が三十六点という人が三人か四人いまして、えー、この人たちを受からせたいんですよね。大切な受講生なんです、僕のクラスの。どうしても受かってほしいんですね。だから何とかして三十六点で合格してほしいんだけどまあそれは僕の勝手な思い込みかもしれませんけど、多分ねそんな形で僕の予想はとにかく三十六点で。 えっと、37点にいく可能性と35点にいく可能性とどっちが高いんだと言われても分からないです、僕はど真ん中で36点という感じで考えていますので、まあ、外れたら許してくださいね、あの外れるかもしれませんから、まあ、その辺許してください、はいえっと、それではです、ねえー、2019年の卓研修試験の合格基準点予想会、これで終了します。どうもお疲れ様でした